俺は凌介と命のやり取りをする。俺たち二人のうちどちらかをお前のそばに送ってやるよ。選ぶのはお前だ。今度こそ本音で選ぶな。久しぶりだな、凌介。少しチャラくなったか。お久しぶりです、北条凛先輩。3、2、1、ゴー！コントロールできる。いい仕上がりだ。さすがだな、松本。これならいける。心置きなく、ギリギリの領域へ。こんなもんですか、先輩。俺は、逃げも隠れもしない。簡単には沈みません。来るのが来い、北条凛。結婚はできません。ごめんなさい、保証さん。待ってくれ。それはないで。訳は言ってくれ。親が決めたからとか、そういうことじゃないんだ。分かってくれ、香織。俺はもう心の底からお前が好きだということを。言えません。それはあなたに関係のないことだ。聞かなければ俺は納得できない。好きな男がいるんだ。言ってくれ。俺からお前を奪った男の名前を。誰なんだ。何を企んだ。今日は香織の2回目の命日だ。あの日からまだ2年。俺が許せないのは、お前がとっくに立ち直って前に進んでいることだ。卓上な男だ。それほど簡単に忘れてしまえるのか。お前の香織への気持ちはその程度のものだったのか。それは違う。傷の深さは、悲しみの大きさは、絶望して立ち止まってしまうこととは別なんだ。どんなに苦しくても前に進むことが俺たちの義務だ。あなたこそ間違ってる。それはただの現実逃避だ。持てる能力の全てを出し切って、俺は今ここにいる。落とせないのか。これだけ攻めても。凌介、見かけによらず愚直な男だ。逃げずに受け止めてくれているというわけか。何のために、誰のためだ。油断はしない。そう簡単に抜かせはしない。遠慮はしないぞ、バカだ。北関東最強とかつて言われたロータリーマイスターが箱根の山に散る。受け取りな。